はい、えー。それでは今回は初期設定ということで、ディスカッションの設定を変更していきたいと思います。えー、こちらの管理画面から設定をクリック。まあ、カーソルをこのように置いていただいて、ディスカッションをクリックしてください。えー、次にこのチェックが3つついていますので、これを全部外してしまってください。で最後にですね、変更保存をクリックしてください。 まあこのように外れたら、チェックが外れている状態を確認しましたら、これで OK です。まあ、この設定では、ブロー記事へのコメント欄ですね。そのコメント欄を非表示にすることができます。まあ、多くの場合、コメントはよほどのことがないか来ませんので、まあ、来ても返信したり対応しなければならないので、これはオフにしておいた方がいいです。まあ、ということで、設定してもらいました。